先頭を走る栃木県警察本部交通部交通機動隊白バイ隊の皆さん、さあこの後ドリル走行もぜひ楽しみにしてください。さあそれではここでパトカー NSX フェアレディ Z、 パトカーは一旦休憩。さあここで一気に加速、120キロのスピードアップです。さあサイレンを鳴り響かせながら120キロで高速走行。さあ高速周回入ってまいりました。さあ出てこのドリンク走行、かなり高度な操縦技術が試されますので、ぜひぜひ皆さんこの目にしっかりと焼き付けてください。ツインリンクの手に働く車大集合2016スペシャルプログラム。さあ目の前に入ってまいりまして、今ゆっくりとスピードを落としていきます。さあではこの後、この後のドリル走行を行います白バイ隊員と紹介していきます。麦倉まなみ隊員、続いて石川亮介分隊長、続いては日野義則分隊長、松本健太郎小隊長、最後小沼義和分隊長です。それではもう一度大きな拍手お送りください。それでは交通機動隊の皆さん、
が変わりました。さあ、先ほどベースの曲はちょっと変わりまして、電車走行は一列にしっかりと並ばないといけません。白バイ同士が息を合わせ、低速で走行して、風車のように一定のリズムで展開しています。さあ、そして連帯やって続いてが白バイスラローム。さあ、対面で進行する3台の白バイ、別の3台の白バイが一列で ないですね。止まっていない3台をさらにすり抜けるんです。どちらも動いていますよ、白バイスラローム。さあ、この一番の難しいところはまだ止まっているパイロンをくり抜くだけではなく、アイコも動いているというのが、さあ、白バイスラローム、続いてはこちらの曲です。さあ、そこからみんなの人数を揃えていきますよ。白バイ対ワンセット、さあ、決まりました。さあ、もう一度皆さんの目の前でいきましょう。ワンステップターン。さあ、このワンステップターン、まさに白バイの機動力を最大限に発揮する走行です。道幅が狭い場所でも迅速に旋回できる高い技術が求められます。さあ、そして白バイ対基本中の基本、八の字走行。まずは日本の八の字を描いていますが、最後がぶつかりそうなほぼスレスレの状態。高度な技術、そしてチームワーク。さあ、この後様々な八の字を出てくれますよ。まあ、最後はぶつかりそうなスレスレをすり抜けていきます。まずは基本中の基本の八の字走行です。交差8の字。
シェアをしていきましょう。さあ、母を押して隊列を整えます。さあ、目の前に整列していきましょう。